昔、日本のあちこちで走っていた旧型客車。この旧型客車を利用した喫茶店がありました。名前はシャルム。北陸本線の松任駅の横にあったのです。でも、いつの間にか姿を消してしまいました。そしてこの松任駅も新幹線の高架を作るために取り壊されることになったのです。昔の松任駅の横に建設中の現在の松任駅、松任駅の看板が取り外され閉鎖となった昔の松任駅。新幹線の高架部分を除き仮設階段で営業が始まった新しい現在の松任駅。そして今、駅の横に北陸新幹線の高架が。もう昔の松任駅の面影はない。いや、一つだけ残っているものがあった。時の流れを見つめるかのように新幹線の高架の下で黒い機関車が